オピエは Linux が動作する PDA などの機器向けのオープンソースのグラフィカルユーザーインターフェース。トロールテック製、クトピア環境からの派生である。オピエは PIM フレームワーク機能などいくつかのアプリケーションも含んでいる。マルチメディア機能、文書モデル、ネットワーク、通信ツール、多言語サポート機能などの拡張もされている。XML、OBEX、イルダといった。 標準規格もサポートしている。携帯電話からサーバーまで様々な機器とやり取りすることができる。携帯型機器での使用に最適化されており、ショートカットを多用して使いやすさを追求している。オピエの開発は父として進まず、ユーザーや開発者が離れていく状況が続いていたが、2007年にリリースされた1.23には注目が集まっている。オピエは、 オパニン,ンベレドがサポートしている機器の大半で動作可能である。オピエの動作する主なハードウェアは以下の通り。オピエを動作させるための最小限の環境は以下の通り。オピエを含む携帯機器を Linux ディストリビューションとしては以下のものがある。さらに NGSTR メートロディストリビューションでオピエをサポートする作業が行われている。ありがとうございます。